お疲れ様です。J リーグ第8節、セレッソ大阪対、川崎フロンターレの、試合を振り返っていきます。いや、この試合面白かったですね。いや、本当ね、両チーム、攻撃のところがね、ポイントになるチームだと思うんですけどね、やっぱ勝敗分けるところはね、この守備のところだなと思っていたんですが、まあ、これがね、結果にも出たかなと思っております。まあ、この試合なんですが、まあ、1対0で、ホームのね、セレッソが勝利ということでね。簡単なね、ゲームスタッツだけ、紹介させてもらいます。セレッソね、シュート14本。対するね、フロンターレシュート15本。そして、ボールポゼッション率がですね、セレッソ、44本。で、フロンターレがね、56本ということでね。この試合のね、両チーム、ゴール前の、クオリティのね、あるチームですし、つなぎ、崩し、言ったらね、崩し方はちょっと違いますけど、特徴はね、似たような、2チームでね、非常に好ゲームでね、面白い試合ではあったんですけど、ディフェンスのところでね、フロンターレがね、ちょっと軽いというかね、ファーストのところでね、簡単に剥がされすぎましたね。そこをね、がっつりいけるかいけないかでね、変わってくるね、ゲームだと思ったので、そこをね、セレスは、うまくついて、しっかり、崩したのかなと、思っております。はい。ねえ、セレッソの方なんですけどね、もう本当、桜が散らないですね。もう本当常に満開ですね。いや、さすがです。ついにね、ついに、首位になったということで。いやー、おめでたいですね、これは。はい、誰がいいかっつったらもう本当みんないいんですけどね、もうルーカス・ペルナンデスがね、ボール持って絡んだ時とか、もういや、ビッグチャンスつながってますし、連携面がね、いいですよね。得点シーンなんか見ても、ルーカスがね、ミドルレンジからボール、ドリブルで運んで、引きつけて、で、左カピシャバ使って、精度高いクロスにも、レオ・セアラっていうところですよね。もう本当、なんだろうな、当たり前すぎる得点というかね、もうこのめんつゆだけでももうえぐいじゃないですか。このめんつゆいれば点入るよなと思うんですけども、本当これがね、精度高いんですよね。本当分かってても止められないというか、もう全部にね、非常に細かい技術が入ってるんですけど、もうルーカス・フェルナンデスのね、この引きつけてからのカプシャーバーをね、なるべくこう、いいね、タイミングでパス出して、もカプチャーもね、1対1のとこ早いですから、精度高いですし、でその中でね、もうその中でレオ・セアラが、ゴール前で準備して、あとはもう仕留めるだけ、当てるだけっていうね、ポジションにいるっていうのがね、もう簡単そうに見えてね、もうすごい技術詰まってると思うんですけどね、もうこれをね、簡単に出せるセレッソがね、今非常に、乗ってる原因なのかなと思ってますよね。で、そうですね、もうケツの作りのところでもね、船木もね、すごい安定感ありますし、特にね、田中俊太入ってね、バランスの取り方っていうのはすごいですし、あと、両サイドバックもね、めっちゃいいですよね。マイクマはね、もう言わずと知れた、もう日本代表ですけど、マイクマ当然いいですし、で、上り里もね、めちゃくちゃフィットしてると思いますし、上り里がね、こんだけ攻撃参加してるっていうのはね、もう、フロンターレ側から見たらね、非常に痛いなと思うじゃないですかね。で、対するね、フロンターレの方なんですけど、フロンターレね、まずスタメン見たとき、ちょっとね、ケツのところがね、本職が出てない、センターバック、佐々木ね、ここはね、そんなに、このコンバートは悪くないと思うんですけど、センターバックでもね、佐々木いけるなと思いましたね。立花がね、左サイドバックで、右に、瀬川が入ってるということね、これはちょっとミスマッチなんじゃないかなと思いってしまいましたね。立花なんかはね、もう絶対真ん中の方で見たい選手ですし、瀬川もね、本来であればもう一個前で見たい選手なんで、そこもね、敗因の一つなのかなと。ケツのところですよね、フロンターレは。前の方にはね、やっぱりエリソン帰ってきて、マルシーニョ帰ってきて、あとね、家長のところね、僕個人的に、家長好きなんですけど、ちょっとね、最近きついのかなと。なんか思ってしまってますね。逆に家長なんかはね、スタメンで使うよりも、後半相手足止まって、もう本当リードしてる展開とかでね、やっぱり経験値ある選手なので、そういう時に使うのがいいのかなと、思ったりします。パトリック・キーペロンとかもね、ゴリゴリいける選手ですし、
それだったらね、もうセガはね、もう一個前で使って、家長のところをね、スタートで使うとかね、もう山田とかもいますんで、まあ家長ね、まあもうちょっと違う使い方の方がね、僕は生きるんじゃないかなと思っております。はい。まあ今日はね、エリソン得点なかったですけど、まあエリソンをね、1試合ね、複数回、チャンス作れる選手ですし、もうマルシーニョもね、ボール持てば、常にね、ビッグチャンス、作れる選手なんで、もうフロンターレはね、あとね、ケツのところですね、守備のところ、今年はね、強さがない原因は、やっぱ即時奪還がないというかね、守備力のところがね、非常に欠けてるんで、攻撃は、まあね、絶好調ってわけじゃないですけど、まあ、コンスタントにね、チャンス作れてますし、崩しも悪くないですし、まあ、これだけのね、クオリティある選手がいればね、もう勝手にね、戦術なしでも、ゴイゴイね、いくと思うんで、そんなにね、まあ、得点のところは、大丈夫だと思うんですけど、まあ、ケツのところですね、守備のところ、まあ、どう修正していくかっていうのがね、まあ、早い段階で、ちょっとね、解決していかないとずるずるね、まあ、リーグ戦ずっと続きますんで、まあ、その時にね、まさか川崎が、降格争いをね、しないことをちょっと願いたいですよね。もう川崎が J2 とかもマジでありえないですからね。はい。ちょっと早い段階でね、川崎、また、まあ、上位ぐらいにね、来てもらえればなと思っております。はい、まあ、セレッソはね、まあ、ここに清武、香川、もう次の次ぐらいからね、帰ってくるんじゃないですかね。もうそうするとね、今ね、柴山めちゃくちゃいいじゃないですか。どうなんだろうって、どっちがレギュラー取るんだろうっていうね、もう、今、このシーンまでね、登ってきて柴山いいですから、もうそのまま柴山使うのもありですし、まあ、ここね、どう監督がチョイスするかっていうのもね、気になるところですよね。まあ、マイナス材料はね、まあ、香川、清武帰ってきて、まあ、まずないと思うので、まあ、このまま、まあ、外国人3枚、まあ、4枚、クルークスもいますもんね。もう本当、誰が出ても、セレッソは今、得点取れるし、勝ち点、取れる試合運びもできるんじゃないでしょうか。はい、まあ、セレッソのね、リーグ優勝初ですかね。まあ、今年ね、これ期待できるので、まあ、どこまでね、この、まあ、2周目あたりぐらいまでね、まあ、やっぱセレッソ練習を重ねると思いますし、まあ、セカンドレグのところですよね、どう研究されて、それをね、かいくぐっていくかっていうのもね、やっぱセレッソの、気になる、ところですね。このチームね、まあ、9節また、すぐありますんで、ちょっとね、注目して、追っていきたいなと思います。じゃあ今日はね、こんな感じで終わっていきます。アディオス。